いよいよ明日で最後の作戦ですね。まあね。けど、たった半年ちょいでいろいろあったよね。そうだよね。俺的には暇してるよりかは全然良かったけどな。いろんな人にも会えたしさ。そうですね。無駄なことは一つもなかったさ。力を得て2年半、悪くない時間だった。真田さん。コロちゃんにも会えたしね。それにしても真田先輩、2年半って長いですよね。あ、アイリスはもっと長いか。私はほとんど寝ていたので、実稼働は極めて短いであります。霧城先輩はいつからやってんですか？確か真田さんよりもっと前からって。ん？私か？最初は私一人だった。もっともその頃は、まだ作戦もなく、ここもただの学生寮だったかな。先輩も理事長から誘われて？いや、違う。私は幼い頃から影時間への適性があったんだ。以前、父の指揮するタルタロス調査の一団がシャドウに襲われたことがあってな。傍らで見ていた私にその時ペルソナが覚醒したんだ。そんなことが。私は安定制御下でペルソナを覚醒できた最初の例だったらしい。あの日、私に覚醒が起こらなければ今日のみんなの苦労はなかったのかも。先輩、どの道誰かがやったの。敵を放ってはおけないんだ。そうだな。明日は最後の召集をかけることになる。今日はよく休んでおいてくれ。連中にとっても最後の砦だからな。予想はしていたが油断するなよ。あいつら探す手間が省けたな。みんな、今までよく戦ってくれた。これが最後の作戦になるだろう。いつも通り細心の注意を払っていくぞ。